サラダたちうまくやってるかな。それにサスケさんも。って俺は俺でこっちに集中しねえとな。ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在、ウチハマダラが尾銃をかけ、忍界全土に宣戦を布告したのだ。同時に、長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。この葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんで？サスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろ？物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく彼は木の葉隠れを潰すため火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのはサスケとのつながりを決して話そうとしない渦巻きナルトだった。潰してやるよナルト。お前はサスケさん、この前の時よりもさらに冷たい感じになっちまってる。叩きだと死に、ついに撃つことができた兄、この葉隠れによって作られた巨像だと知ってしまう。イタチは最後まで弟に優しき兄の。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの花、サスケが許せるわけ。ゆえにサスケはほかげの命を狙った。これは忍界に対して刃を向けたという。サスケを利用したのは暁を裏で操っていたという。マダラと名乗る男に彼の道は変わってしまった。そろそろ次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然、ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。俺もやる。行くぞナルト。なあ、父ちゃんのこの姿は。戦争前に彼は九尾の力をコントロールする術を手に入れた。その姿がさ、マジかよ、ついに九尾の力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなる。しかし相手はさらに強力な忍びだ。相手の人って確かペインを操ってたナガトって人だよ。第四次忍界大戦は江戸天聖って術で強い忍びが復活して戦争に使われたのは知ってる。でもこうして目の前で感じると気持ちがざわつくってばさ。
長く陸道仙人の力を持つ強力な種だが、こちらには心強いウチハイタチがイタチもナガトと同じエゴ転生された身だった。彼はエゴ転生の縛りを自ら解き放った。この時のナルトはすでにイタチの真実を耳にした。もはや敵対心は真の意味、イタチは味方となった。死んだままだったらそんなモヤモヤしたままだったけど、この世に復活したから分かり合えたのか。エゴ転生の術はムカつくけどさ、でも全部が全部悪いってわけじゃなかったんだ。さて次に向かおう。ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙をつき、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で、各々の戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前に、ある江戸天聖の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。忍びの名は、ウチハ・マダラ。戦場に駆けつけたナルトも、マダラの力を前に苦戦を強いられることになる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。奴がウチハマダラ、初代ホカゲと共にこの葉隠れを作った伝説の神。マダラ？ん？でもウチハマダラってもう一人いるの？え？どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのは偽物。こちらが本物のマダラ。先方、超大沼螺旋多連眼。じゃあ偽物のマダラってのは誰なんだ？その正体は人海大戦を起こした真の原因に結びついている。ウチハマダラか。マジか、半端ねえな。もう移動か。マダラにとってナルトたちとの戦いは時期に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは？あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所？ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき。ガキは英雄に憧れるもんだ。悪魔、カラバ、美人、惑星螺旋手裏剣。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるホカゲになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。うちの方が偽物のマダラだよな。本物のマダラはマダラね。偽物のマダラは、なんか頭がごちゃごちゃするな。何しても父ちゃんの
この姿ってもしかして人を解くナルトは徐々に窮屈いやクラマと心を通わせていく。そしてついに和解を果たしクラマの力を完全にコントロールすることができるようになる。なあこのトビの目的ってのは何なの？それは彼らがキュービラ美獣を集めていた理由につながる。その目的は美獣の集合体である十尾の復活、そして十尾の力を用いて無限つくよみを成就することになる。無限つくよみ？なんだそれは。都合のいい夢だけを見せる。無限つくよみ、そうした世界を作り引きずり込む。ホラスマ、クラマ、てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。デスの面ひっぺがしてやる。確かに奴の正体は気になるってばさ。長らく続く激戦の中でカカシラの起点を経てトビの正体はいよいよ明るみになった。その正体はナルトと同じくホカゲになる夢を持ちカカシと共に戦場をかけた親友ウチハ・オビト。ウチハ・オビト。オビトはある意味純粋だった。純粋だったがゆえに愛すべき者の死が彼を狂わせた。彼の願いは夢の世界に向けられ、それを成すためにかつての親友とも刃を交えることになったんだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では時だまりの間へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。うん、分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで三度目か。次はどんなものが見えんだ。見つけたぞ。キーこいつの能力を使えば忍界はアビ教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器ウチハ・ナナシ、この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。忍界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に忍界を混乱に陥れようではないか。さっきのはナナシが封印から解かれた時のやつか。ふん。その際に彼女の憎しみを利用し懐柔したのだな彼らは。畜生。続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、
オビトの元にはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたら、もう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名はウチハ・サスケ。サスケさん。もはや無限スクール発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。この普通な、このチュービを取り込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。チュービの力とは、すなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力で傷つけることすら難しい。バラ様、クラマ美獣惑星螺旋手裏剣。当時の忍界においてそれができるとすれば、ナルトとサスケ、この二人のみ。しかもライバルで友達の二人の共闘だぜ。めちゃくちゃ熱い展開だってばさ。ここに至るのは銃、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍多くの犠牲者が出る。ヒューガの君の叔父もその中の一人だ。ああ、もちろん知ってる。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め、溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し、第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒す。俺は陸道のパーだ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。さっさとやれよな、まだ。当たらんな。おもちゃの姿がまた変わってんだ。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と会見し、彼の力を借り受け、宇宙惑星の戦士サスケと共に。生と死って、二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥ったのだ。うわ、二人とも死んだ。バラ様、クラマ美獣惑星螺旋手裏剣。死んではいない、その寸前だったというだけだ。いやいやいや、寸前も何も。マジかよ。というか二人をそこまで追い込むなんて、ウチハマダってどんだけ強いんだよ。
かんねえな。なんだってマダラは無限つくよねを成功させたいんだ。さあこの戦いから引き上げるぞ。一進一退の攻防を経てナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。お前には届かぬ。こんなあっこいつ強大すぎる力、いにしえに封じられた存在、ウサギの女神、鬼、さまざまな故障がある。彼女は大筒木神谷。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。マダラには絶という絶対の信頼を置く仲間がいる。無限つくよみの計画を進める彼の攻撃者たち。だが計画の成就を確信したマダラは最後に絶に裏切られた。え、なんだよ。絶はマダラの真の仲間ではなく、遥か昔からかぐや復活のために動いている。無限つくよみを介することで復活に用いるチャクラを集めさせ、そしてマダラ自身はかぐやの依り代に利用された。あれだけ強かったマダラがそんなことになっちまうのね。まあこのかぐやってのは何の目的があって復活したんだ。カグヤはチャクラの外に第7波ってばよ。初めてチャクラを得た人物でもある。サスケ、サクラちゃん、ハチン様、行け、青田、ダマキシ、ナルト、サクラ、ウメダ、だが、二人の息子を出産した俺、彼女のチャクラ息子たちに分散してしまう。唯一無二、己だけのものだったチャクラ、それが分散したことはかぐやにとって許しがたいこと。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり？いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱそうなるか。そうだよな。もはやここまで来て互いができることは一つ、拳を交えるのみ。何度も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 傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、
そして、いい加減しつこいんだよ、さっさと切られやがれ。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりつながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。まだかぐやと戦って最後に父ちゃんが拳を合わせたの、サスケさんだ。チクン、そう呼ぶしかない。サスケさんはサスケさんの中に答えがあった。それを貫き通すために。でも父ちゃんはサスケさんを追いかけた。サスケのために走っている道、いつしか忍界を巻き込む道、仲間を支え、支えられ、つながりを生み、守る。ナルト、その人道を懸命にかけていった。何度も、何度も何度も、なんで、お前は、何なんだよ、お前は、お前は一体、何なんだ。友達だ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。時間だ。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか頑ななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。おう。よくやった。時代をめぐり父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺、前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でも、なんつうのかな。うん。父ちゃん、すげえかっこよかった。彼の生き様は、忍界に大きな影響を与えた。だからこそ、忍界の軌跡を元に戻す要ともなる。あれは、ナナ。
魂の四つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ忍界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃない。ね、光？うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ。親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ。くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道、そこに未来はなかった。そして今忍界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ暗く冷たい道を。そんなこと絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、忍界を元に戻そう。ああ。渦巻きナルトの奇跡を元とし、結びつきし縁にたちよ、記憶の海原を走り、伝え、広まれ。奇跡よ、ここに復活するのだ。忍界が破壊されることを意味する。行くぞ。焼き尽くす。ガキの頃からバカみたいに火影を目指していたお前が自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。Yeah!
行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。いまいましい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うすらトンカチが。逆に聞く。お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな。俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。なんてことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。ナナシ、お前か。私は何もやってない。本当か。他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。そんなことない。じゃあなぜだ。構わん。あれが失敗してもこの俺がいる限りゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまでことを運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。ん？アジト周辺にこの葉隠れの物らしき影を複数確認。早いな、もう嗅ぎつけたか。どういうことです。奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかしどうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるもの。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか。
タスケ先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。ったく、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。奇跡の復活はなった。人界は元の状態に戻ったようだ。ふう、よかった。さて、これからどのように動くつもりだ。あれは内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよゲチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよこいつ。ナナシ、また話しかけてきた。さっきの俺の活躍見てくれたか。私と話して何が楽しいんだか。よ、今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けど、お前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。なんなんだろうこの人。さっきもそんなこと言ってたけど、マジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで自分から協力しちゃったんだろう。あ、そういやよ、ようやく名前で呼んでくれたな。気づかれた。だけど、悪くない気分。なんかあったのか。なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ。友達。私のこと今友達って。嬉しい嬉しい。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめんバルト、私はやっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でも
ボルトは助けたい。苦しい、苦しい。やっぱそうだよな。あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって、君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにも囚われていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ？もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか？それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。